すいません隣に住んでるものなんですけどはーいカレー作りすぎちゃったんでおすそ分けしようと思って今開けます鍋でか業務用の鍋じゃん給食とか作る用の鍋じゃんこれ中身全部カレーなんですかはい全部カレーですさっき作ったばかりなんですけど一人じゃ食べきれなくて作る前に気づけよさすがに食べきれない量って気づけよついストレス溜まると見境なしにたくさん料理しちゃうんですよね なんとか一人で半分までは食べたんですけど、すごい大食い。一人で半分も食べたんだ。カレーもらってくれませんかこれだけ食べると、もう当分カレー見たくないし、カレーが残ってるってだけで嫌な気分になるので、めっちゃカレー嫌いになってる。もらうのはいいですけど、さすがに全部はもらえないですよ。大丈夫です。取りづらい用意してます。何杯いけますか一杯でいいです。あんまお裾分けで何杯いけるかなんて聞かないでしょう。それと、カレーと一緒にトッピングの福神漬けもどうですか福神漬けも作りすぎちゃって。よかったらどうぞ。袋ごと こんなにはいらないですよ。カレー一杯でいいって言った人間が、こんなに福神漬け食べないんで。福神漬けも作りすぎちゃって、この袋と50個くらいあるんですよ。多いって。もっと計画的に作れよ。俺まだあなたから昨日もらった肉じゃがも残ってるんですよ。計画性のなさを指摘されると、ストレス溜まっちゃうな。今からこの鍋と同じ鍋買ってきて、塩作ろうかな。普通の鍋で作ってください。